さあもう今日、開けたままに、あれ藤本さん知らない人けど、そうなんですよ、ドアは開けたまま風入ってきます空気いや多少なんか入ってくるふわーっとは来てますよ、そうマスクもそう効果ないけど、こうして礼儀みたいになって、せなあかんし、こうしてこれね、俺なんか犯罪者みたいで、面会に来た人みたい、確かに。あとさんまさんのマスク姿ってすごい貴重じゃないですか、確かに。いや最近でも兄さんしてますよね、この礼儀として一応マスクは、このコロナでしてるって感じですよね、見たことないです。そうそう、一応そうや、マスクはほとんど、しない。どっちか言ったらね、顔を見せてもありきたいタイプだからこのマスクはもうほんまかわいそうですよ、どこにでもすぐ行けるように、ね、できたら顔面全部かわいそうにとか跳ねられたらそうそう。そして今日マスクって、マネージャーの布マスク。じゃあ手作り、嫁の手作り。ああ、なんで作ってるんですかそれ。なんか知らんこれ。いやだから今買えないからです。これ昆布じゃん、昆布。うわ。お前もそれ、ゴミ口の嫁が、作りよった。それは。あいつとね、嘘やん。これ、アベノマスク。まだ届いてない。もう届いてちっちゃいこれ。届きました。嘘、来てない。ほらほら。厚生労働省。お前や。2枚届きました。こんなんで4枚届きました。布マスク、うちの届いた。何区ですか。俺千代田区。あんまだ港区。アイドルやから言うとあかんの。違います、違います、大丈夫、これ大丈夫、アイドルやね。港区と世田谷区は早いんです。はい、あ、そうだそうだ、そうなんだ。そうか、そう、感染者の数が多いとかで行くらしいな。そうなんだ。これ50になって、50になってる。50、これで460億も使えば。はあ、まあそれは国のな、お前、一生懸命考えて考えて、こうしてあげようという、ことやからな、そういうもんやわ。ただ、それなりに、俺いらんわとか、いろいろ思うねんけど、まあ帰ったらポスト開けてみるのがすごいよね。入ってるかな。なんかちょっと待ってる感。来たって思いますね。今日も来て、なんか俺はちょっと、人からこうして送ってもらえるっていうのは。ありがたい。考えたら時間もあるし、もう、企業やねんからもう作れますやん。あ、俺もいろいろ作ってるよ。なんでくれないんですか。お前ら俺作ったマスク欲しい。くださいよ。嘘やん。はい。はあ、じゃあね、今ね、昨日はコースターにちょっといろいろデザインしてて。いろいろ貼り付けてある。コースター、それはええねんけど、コースターの上に、ちょっと俺、コップのフチコちゃんって昔やって、そのフチコちゃんをサンマにした。コップの富士さんまちゃん。を作ってくれやって、そこの会社の人がね。それを、こう、綺麗に置くよりも、もうこれ、貼ろうと思って、綺麗に。ほんで、ちっちゃい。ほんと、貼るの好きですよね。貼るのすごいですよね。すごい、大好きです。貼り師やもんね、本当に。貼り師。貼り師。本当にもう、令和の貼り師。それは、ええねんけど、細かく、ちょっといろいろ、ほんで、あかんな、このボンドでは、これあかんな、安定せえなと思って、まあ、やっぱ俺はもうあんまり使いたくないけど、瞬間接着剤がええなと思って、瞬間接着剤でもういろいろやったら、やっぱり、はみ出たりするから、それをまた飛んでね。それを、俺は、オイルライターのオイルで大体磨いたり、除光液もあんねんけども、除光液で磨いて、その汚れをね、滑走飛んねんけど、それをやりすぎて、俺、携帯、人差し指の指紋認証やねん。携帯が。で、それ終わって、わあ、ちょっと結構ついたな、思ったら、指紋がボンドで潰れて、認証できなくなっちゃう。認証できなくなって、ずっとでもって手洗いに行って、ザーって。人差し。また人差し指で、また反応しない。どうしよう思って。もう、それで、また行って、上がろうって、それもね、スポンジと、あれをね、ほんでもそこに、オイル垂らして、蒸発させて、何やって。一生懸命、あかんわ、思ったら、暗証番号の方が出てきて。あ、そうですよ。ありますよ。誇張したらこうかと思って。そうですよ。でも、20分ぐらい洗えば戻るって分かった。20分も洗った。暗証番号も発見したし。時間が無駄ですよ。暗証番号でいけますしね。それが出てけへんだって、その、俺ずっと指紋ばっかり、あ、うわ、一生これ携帯使えないと思って。かわいい。マジでそうしてたんや。はい。だから、瞬間接着剤を貼りすぎに要注意やね。注意ですよ。ああ、
そういう毎日ですよ僕は。忙しそうですね。忙しいよ。何を貼ってるんですか、うん、あのラインストーンを貼ってるんですか。ラインストーンとかいろいろ組み合わせて、昨日はちょっと壁に、台所にうち時計なかったね、ちっちゃいのしか、はいはいはい、でこれ台所に時計欲しいなと思って、うん、マンチェスターユナイテッドの大きな、うん、壁の時計どこも、はいはい、うん、使ってなかったんで、うんうん、それをどの位置にするかと思って、うん、で他にやることないんですか、ね、その台所に時計どでかのつけたのとか切ないです聞いてて。そんな思うのもっとやることあるでしょ、はい、それが俺のやることや今やそれが俺のやることやからほんで気に入らなくって初めやったらあここじゃないなあ思って、うん、何気なく下に置いとこうと思って貼るのやめたんですかバランス見た結果その時もまた貼ったんでしょ貼った下にね下に貼ってんけどこれつまずくなあと思ってそれそうですよでいろんなところへやったらああこっちの下の方かっこええなと思ってあこっちの下がおしゃれやと思ったで、一番上のね引き出しの上にポンと貼ったら、はい、2番目が開かなくなって貼る前にこれ開かへんようになるわで両方開けてるんです見つけた開け方いやでも家でほんますることないですもんねあるやろいやずっとはないですよそんな言うてもそんなにもう1か2ヶ月ぐらいになるじゃないですかいやそうなんですよねまあ一応6日ということでな、はい、まあまあまだ伸びるだろう世間の皆様もそうですお気づきになってるか分かりませんけども京都の東京なんか特に多いですよね減ってないですよねそうですね毎日100人以上増えてますからねまあまあまあこれだけやったら増えるしまあまあ芸能界的には、おかえさんも亡くなられてうん、ね、あこんな身近な人たちがと思うと余計神経質に、ねなるんでまあその人たちは、もっと神経質になるよって言って教えてくれて、ねがあったと思うねんけどもやっぱりかなり身近だと教訓になったりね、そうですね気をつけようとか、はいそういうことなんかさあこっから自粛をどこで解くかっていう、難しそう。どうなるんでしょうね。だからこういう時に総理大臣とかこう動かせる人に人物になっときゃ、よかったのに我々はそれを動かすことができない、ポジションやから、もう番組もすごい状態で今撮っててね一応、だからこの間転職で転職っていう番組、はいはい、明日放送なんですけども、広いスタジオに俺、はい渡部が5メートルぐらい離れて、はい、椅子に座って撮って、はい、で須田将暉くんがモニター、はいはいでリモートでリモート、はい、リモート、うん、今リモート芸人とか言われてる、はいはいはい、リモートで須田くんが事務所から中継っていうのかな、うんうん、それで一応出てくれていつもまあ、ね、3時間スペシャルで豪華なメンバーが集まってで、ね、で転職で成功した人をスタジオに招いてっていうねんけどもそういうこともできないからおもうねカメラ2台、広いスタジオに 1,2,3,4,5,6 人やなカメラ屋さん、うん、いや恐ろしい恐ろしいよ広いところにで美術さんもいっぱい集まったらあかんから、はい、最小限でということで俺の後ろにセットを組んで、はい、渡部の後ろにセットちょっとちっちゃいもうすぐ見切れる、うん、映るところだけってことですね映るところだけセット動けないんですねじゃあもう動けないのほいで一人素人さんでパンのコーディネーターの人で、はい食パンを今、はいいろいろやってらっしゃる、はい転職した人で成功した人でパン持ってきて、はい、それも10メートルぐらい離れてるんですねもう分かんないほいでいつもなら試食しましょうって言ってみんなでわーっと集まるんだけど、うんうんうん、パン持ったまま帰らってそうだよなせっかく来てくれたのに本当しょうがないしょうがないおいでまあまあな、はい明日もいろいろあったりほんまでっかもほとんどそういう状態でモニターで参加するのかスタジオロケも自体ももうないですもんねロケはないか、はい、ロケ自体もないからロケやったかもな、はい、大変なんですよ本当にもうロケもないですからすることがなくて、うん、ほんまに
もうあれからさんまさんにも言いましたけど、もう2ヶ月ですよ、うん、面白いこと考えて。もう2ヶ月だったらそれは面白いこと考えられる。まだ何も浮かばないどうしよう、まあ、精神的なもんやからな、うん、そうですね、不安がねやっぱり全部コロナのせいですよコロナのせい、じゃあ実力不安ですコロナですよ、俺をこんな目に遭わしよったの。違います、あのコロナが流行る前からこんな状態なの。違います、あのなんか本人いつも花粉症とコロナのせいにしてますけど一年中ないかしら一年中花粉症終わってよっしゃ思ったらコロナで封じ込められましたからね。残念、本当に悔しいわ、ほんまにもう。いや、あの、文さんからね、この間 LINE 来て、はい、コロナに関する小話を作ったって言って、はい、俺とこ送ってきていただいて、うん、はい、あ、こんな状態でもネタを、コロナに関してのネタを作ろうとしてらっしゃる凄さをね、改めて知りましたから。だから、文さんでもお前いろいろやってる、お前もこういう状況、これが終わった、収束して、まあ収束はしないやろ、まあ一生収束しない、収束しないらしいからね、菌は残るから、 あとは薬だけ、薬待ちだけのことやからな。そうなんです、ね、だから、そういうことを、これ開けたら何しようっていうネタを考えたらええねやね、これ終わったら何しよう。だからもうコロナでそんなところじゃないんですよだからでもちょっと梅田にあの小さな、ね、ワンルーム借りて、うん、ほんであのお風呂水出したつもりがネットが出てきたり、うん、面白いことやったらそれぐらいです最近水や思ったらネットが出てきたそれぐらい、それは面白くないなよね、あの自分の考えちゃうし、それアクシデントですかだからもうそんな状態なんですよ今はあ、本当にもうどうしよう思って。いやだから、俺なんか不安が心配してマスクとか送ってきてくれたり、はい、いやそうですよ、さんまさんなんてすごい喋るし、そういろんな人と会うじゃないですか。まあこれでもかなり少ないけども減ってますけど、でも普通の人よりは会ってんじゃないですか。全然人と会わなきゃいけないですよね、商売だし一番多いですもんね、うん、言うても今というだって8月の、ね、仕事の打ち合わせだったんですけど、やる、予定なんですがっていう、はい、これをやっていただきたい、はい、すいませんまだわからないんですがです、っていう状態が続いてるし、僕らとしたら生活もあるから、ね、仕事もないから、マネージャーがこの間の、あの、ショイさんってあの昔描いた絵あれ売りましょうと生活大変でしょうと、で京都国際映画祭で出した絵、はい、おで今日も持ってきてって値段つけてたんですけど、こんなこれ額縁もいいやつですよ、5万でいくか言ったらそれは高いなとか、いやちょっと待てと俺ももうあの家賃も払わなあかんしね、あそうかそうか、そうです、いろいろとね、だからもうどうしようかな思いながら、あお前そったらこの、さんまの転職転職で俺が画商に向いてるっていうのでそれやったのよ、その絵の個展、はい、で選ばれた人の絵を金持ちの人たちが、はい、まあコロナの影響で一般の人は来れなかったんですけど、はい、要するにデヴィ夫人だ、アパホテルの社長さん、はい、とかあとなんか有名、絵を買うので有名な人たちが来てくれて、はい、それで売ったんですけども1時間で1300万、それ売り上げ、まあテレビ番組やっていうので買ってくれやったと思うねんけども、やっぱりでも中にはジミー、はい、ジミーの絵なんか一瞬で300万円、すごい、さすが、うん、もういや不安いてんねん、あのジミーの絵が欲しいってやっぱり、そう描いてないですしね最近、あそうかな、このために描きよったから、その前に俺がジミーっていうドラマを、はいはい、ネットフリックスやった時に、はい、ちょっと挿絵を描いたのも久々やし、はい、今回ほんまに大久々やと思うわ、それでやっぱり不安が待ちかね構えてたのか、その絵を一般の人のも、その売れない画家さんたち、うん、もうやっぱり気に入ったものがあって買っていったりしてあったから、だからそこへお前参加したらええねん、そこに、そこの、うん、そこに壺持ってきますわ、あの僕はあの掘り出した、掘り出したらあかんねん、自分で作らなあかんねん、買って掘ったやつ売ったらあかんねん、いやそれもう売りたいねん、鑑定団で70万の値がついてる、鑑定団70万の値がついたの、それすごい、はい、それ僕が掘り出したね、小学校5年生の時の土器を、弥生時代の綺麗な土器なんですよ、それ買っていただけじゃ、買っていただけじゃ
できれば。そんな商売じゃ、他人に売りたくないんですよ。身内に売って、まだ僕が金儲けした時買い戻すって。そういうことか。だから今調べたら買ってくれるのさんまさんぐらいしか言ってないんですよ。確かに。買える人が。そのつもりなんか貼ってもええのか。いやー、それはそうか、買い戻す時離れてるかもしんない、いろいろ。またイベントするのシールとかもうベタベタ。そういうのもあるからな。旦那どうしとんねお前、この旦那はずっと家にいますよ。でも旦那発信のなんかギャグがあったんちゃう？あ、そう、ギャグつなぎっていうツイッターで、はい、やったりとか、あとまあ旦那 YouTube 3000人しか見てないんですけど。すごいやんか。やってます。3000、くるみ割ってんの相変わらず。くるみはちょっとまだ割ってなくて。それ挑戦せえ、さっきも言うて。言っときます。なんかに挑戦シリーズ。ああ、いいですね。が一番、面白い。割るシリーズ言ったらええやん。いろいろ割る。いろいろ茶碗割ったり。いろいろ割茶碗パッ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 、1分間で何個割り、パッ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 って言うと、お前の大声で、あんた何すんの本当ですよ。迷惑ですよ。何割ってんの何割ってんのっていう。あんた出てきなさいとか、だから、この間もね、工場委員会という番組で言ったんだけど、TKO の、はい、木下辞めたやんか、はい、ああいうことでいろいろ、柏餅事件で辞めてしまったから、ね、はい、原因は柏餅で言うてもらった。本人も、やっぱりか、思って、ちゃうちゃうって、そんなんちゃうって言ってくれ、本人言うてましたよ。あれから柏餅が原因やねん、マジは。忍びやかな。あの柏餅で受け答えできなかったのは、あれはどういうことなんですか言ってしまったのが、あのペットボトルにつながんねんけども、それでまああの番組の最中に言ったんけど、 YouTube 始める時の人が、はい、そしたらペットボトル投げ選手権を、はい、あ、なるほど、芸人、若手の芸人集めてやったら誰が一番、ほんでそこに測定すんの篠宮が、これいちいち頭でこうペットボトルを篠宮さん大変じゃないですか、一番大変で、篠宮の先輩に対してああいうことしたからやな、ちょっと責任とかな、当たりに行かなきゃいけない。さあ今日も頑張りましょう。MBS ヤングタウン、赤嶋さんまです。庄司です。飯窪春菜です。藤本美貴です。全略のコーナー、イエイ、というわけで今日は、飯窪と、はい、藤本ということなんですけどもね、はい、飯窪先週休みやったのが、不適されてました。じゃあ、本当に。これ分かって、はい、4人やったら、飯窪と横山でずっとでええやないかいって思ってたけど、ゲストがその前に1人決まってんねんってな。そうなんですよ。だからゲストを、あれ、せなあかんので、はい、っていうことらしいわ。よしらし方式で。交互にという、ことやけども、今日はまあ、飯窪は、怖いと思ってる大先輩が。いや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 、怖くないです。お前一番怖がるじゃん。いやいや、勝手にみんなが怖がってるだけですよ。お前、桃自体もお前、ブイブイ言わせたやんか、でも私、2週間ぶりに、ヤンタンが、やったーと思ったら、うん、ゲスト藤本さんって知って、なんか、発散できるかなと思ってきました。こういう、本番は我々にとっては、本当に発散できたり、はい、本番って言うても、ね、はい、仕事やと言ってもありがたい。なんか、なんか化粧して出ようかとか、また、外へ出んのな、久しぶりに。ちょっとおしゃれしようかとか思える日やろ、はい、今日は。それが不思議。いいじゃないですか。俺は別にええねえね、昔からよく知ってるし。私だって産休明け初めてぐらいですよ。あ、産休明け初めてなのか。はい。それがな、はい、お前らもう、モーニング娘。の伝説として、はい、藤本のその荒くれぶりは聞いてるやろからな。数々の聞いてますね。せやろ、はい、余計怖いわな。こっちはもう3人子供おるしやな。そうですよ。もう捨てるもんないもん、ないない。一番怖いおばあやん。確
かに。怖いおばはんやね。もう子供育てなしゃあないからな。そうですよ、もう。なあ、はい、子供も守らなしゃあないから、コロナめ、こんなの来てみやがれっていう。もうそれくらいの気持ちですよね。いや、持たへんよね。はい。そうしか。いや、そうですよ。やってらんないですよ、もう。そうそうそう。ただもう、ちゃんとしてる人がなってるのが、ちょっと、我々、サイドからすると、一番、みんなきちっとしてやるような性格の人やねんね。その人たちが、コロナに感染してるとなると、おい、何したらええねん、することないぞっていう、こと、来るなら来いっていう、はい、気持ちにならな、はい、しゃあないもんな、そうですね。完璧な予防はないっていうことやろ、これは。うんうんうん、そうですね。だからもう、しゃあないで、お前ももう。そうですね。だからもう、気持ちで勝っていくしかないんですよね。免疫力やな。こちらラジオネーム、バックシックスから、全力やのめな、こんばんは。こんばんは。自粛続きで自宅の動画を公開する芸能人の方が増えています。うん、藤本美貴さんも自宅のリビングで先日生まれたばかりの娘さんを抱えながら息子さんとオセロをやっている動画や、庄司さんが弾くギターに合わせてモーニング娘。時代の歌を歌っている動画などを公開されています。先日さんまさんも自宅で掃除する様子を動画にして公開したらどうかという話もしてましたが、この分野で第一人者の藤本さんにお家で動画を撮影する際のコツ、苦労話などを聞いてくださいっていうことやねんけども、そうですね、これは動画に載せてるのか、掃除の風景を。そうです、私 YouTube やってるので、うん、あ、掃除じゃなくて、はい、子供と遊んで、子供もやっぱり休校とかでずっと家にいるので、うん、もうせっかくだったらまあこれ撮って、まあ、日常こんな感じで過ごしてますみたいな感じでアップしてってるんですけど、うん、はい、それは掃除のコツとかはまああんの、その掃除とかね。でも逆にさんまさん、その貼ってるやつをもう動画で、うん、見たいですよ、私は。こいつらも言ってくれるんだけどな、見たいよ、ね、俺が自粛してる様を見たいんだよ、見たい定点カメラで、もう定点カメラで、はい、何の編集もいらず、そのまま流してほしい、はい、別にもう喋ったりとかも別になんかもういいんです。俺一人でボーッとして股間触る癖があるから、いいですよ、見てられます。いや見てられます YouTube が許してくれへんやろ。股間だけでもいいんちゃいます。見てられます。股間されちゃう、股間ずっと触ってんの。あの死んでるひな鳥みたいな。やだ。やだ。でも何もスケベのこと考えてないの。スケベのこと考えてないし、ぼーっとして股間に空気通そうとして。理由がそれなんですか。風当てたら赤いやんか。うん、関係なきゃ出してるってことですか。そうや。そしたらもう一人なんだから履かなきゃいいじゃないですか。うん、恥ずかしい。誰に、どこへの恥ずかしさ。誰に、じゃあね、俺のどうしても、パンツは履いて、せめて、じゃあパンツ履いてるよ。ほんで、風通したらなあかんっていう、よぎるのよ。俺、そろそろ風通したらなあかん。ほんま俺は、ベランダにチンチンだけ出して、風をね、送ってあげたいね。ね。じゃあ本当に、はやぶさに持っていかれますよ。鳥に。大豆は餌やと思ってかぶってきてそのまま持って帰った。俺はそのチンチンかぶられてごっつい鳥やったらもう確かに勝てない、勝てない、飛んできますね一緒に。もうびっくりだな。すみません、人がついてきたら。ごめんなさい、ごめんなさい。すごい、ごめんなさい。大きな広げ、大きな広げるとは思ってない。大きな耳じゃ、もういいです、もういいです。大きな耳じゃじゃないです。かっ話しちゃうな、途中で。びっくりして。こんなに出てきよった。こう、真っ裸でこう、助けてくれって言って、助けてくれって言って、俺やからな。いや、本当に、一人で何か自粛、今のところね、2週間の生き方、俺、うまいと思うね。はい。何してるんですか？いろんなことを、はじめ三段跳びに挑戦して、やってみようって思って、久々に、ずっと飽きですけど、腰ちょっと、すごいやろ。わかんない。家で。三段跳び、家で。玄関を開けてんねんで、玄関から走り込んでくる。嘘でしょ？助走つけなあかんから。嘘？何それ？何それ？
じゃあ、ポッと三段飛びやってない、はあ、三段飛びってやってないなと思っただけのことや。はあ、それでもなんか動画回してるとかだったら分かりますけど、何にもない中健康のためにやる、すごい。そうなの、太陽に当たらなあかんし、まあ、それはそうですけど、太陽に当たるっていうので、太陽にこのボーッと当たってるだけじゃなと思っただけのことや、はい、運動して足首痛めてで木村から連絡あって、何してるんですか、はい、三段跳びの練習って言ったら、もうあのなんか既読スルもうなんか相手にしてもらえなかった。聞いたものの、聞いたもの返事が今後心配してな、ね、何してるんですか、うん、って聞いて、今三段跳びやっていや本当なのか嘘なのかが分かんないですよね。急に三段跳びやって来ても、だから俺も、なんすかって来ると思ったら、はい、既読スルーや相変わらずだと思って、何三段跳びって何やってんですかって来ると思ったんやで来ないし、で次また元気ですかってまた来てね、はい、ほんで三段跳びは足首痛めて、うん、今あかんから、立ち幅跳びにしようかと思ってる。いやダメですよって言ったらまた既読する意外と冷たいなだから、そういうことやって片付けやろ、あとは本読んだり。でも料理作ったりとかするの結構なんかよくみんな見るらしいですよ。らしいな、はい、そのあれやろ、 YouTube で載せて、うん、ちょっとした料理が簡単なもんでいいらしいんで、うんうん、家で作れる簡単料理が人気やんねやろ、うん、はいはい、そうらしいな、料理も、うん、俺はチャーハンとかあんなばっかりやからな、俺肉水作れるのと、あ、肉水作れるんですか。一応それだけはすごい、大昔の彼女が、絶対絶感の女の子、あ、はいはいはい、何が入ってるか分かる、あれ一瞬にしてコピーしとって、へえすごい。でもう別れる前にもう向こう結婚するんで、もう会えないってなって、うん、教えたけど最後にあの作り方教えてくれって、レシピを置いててくれたんですね。LINE で送ってもらった覚えて、その通りと作ってるだけやねんけど、うん、それぐらいしか、まあまあ簡単や簡単やし、うん、肉水は、とにかくまあうどんの出汁やからね、あれ、はあはあ、千歳というなところで、そう難しくはないねんけど、うん、自分で作るね、でただ料理は時間かかんのと、はあ、なお前も邪魔くさいと思うけど、ね、もうだから今1日3食作んなきゃいけないじゃないですか、はあ、3食食べなきゃダメかなと思います、もう子供もう良くないみたいな我慢できないかなと思いますもん。疲れてる奥様方がいっぱいいらっしゃるから今な、はあ、そうなんです。ただ本当に、作り始めから片付けまでそうなんですよ、邪魔くさいですよね、すごい時間かかるよな、はあ、朝から昼が短いんですよ、なんか起きるのも遅くなってるじゃないですか、学校もないから、うん、でも9時ぐらいに朝ごはん食べて12時ぐらいにお昼、ああ一応そうかそうか、はい、食べる時間になるので、うん、片付けたらすぐなんか昼みたいな、ああほんまやな、はあ、それがやっぱり、5人分やろお前、そうですそうです、あと4人分、まだ下の子は食べないので、あそうかそうか、はい、4人分やもんな、そうですね、めんどくさい、わかる、一人分でああやから、それをかける4倍を3食やろ、は俺は一人で2食やね、俺は2食やね、はいはい、でやってるから、それでもあそうです、ね、晩ご飯なんかちょっと作って、はい、凝ったもん、いや今日はこれしようあれしようとか、うんうんうん、これやってみようとか、はい、あそやあのそんなに作ってるんですね、俺ね、偉いですね、偉いよ、うん、あここの、これをスープ作ったけど、このス、あ売り物でね、はいはい、ありもんで、うん、要するにオニオンスープ、うん、ここにそうや札幌一番醤油味の、うん、あれ粉落としたら、これうまいぞ、実験してる実験昼も夜も金使いませんよね、食べも確かに、大体もスープなんやなんかラーメンインスタントになんかちょっと手加えてももう800円ぐらいまでですもんねお前が見てるのは右の2品やろ、これ左の一品にはすっごい高い肉焼いたりしてるんで本当ですか
左の西成みぶなやきなこまぶしたとか、それは右の三市だやろ、みぶなは。ほんまですか。みぶな最後 の, あのお茶漬けや、最後のお茶漬けで、ね、みぶなや。お前いつも右の三品しか見ないからでも全然想像できないですもん。できない。何か左のものがあるっていうのが、高級なものがあるっていうのが想像つかないんですよ、うん、右のものしか。いやだからもう、じゃあ お前だから、もう帝都とかに行くやねん。もう悪いけど、悪いけど、そうかもしれないですね。だから、うん、そっか、だから想像つかないのか。見えないってこっちからは。そこに行く。でもそんな高級なもん食べて横で身ぶらとか食べとったら、うん、なんか味おかしくなりません、うん、違うでしょうし。ステーキ、まあステーキとするわな、それが、はいはい、ステーキと身ぶら食べとっちゃうね。違うんですね。いや、ステーキとまたこっちインスタントラーメンでしょ、結局は。確かに。いや、オニオンスープに、その、あれを入れるだけや。醤油味の粉を。ほんで、あの、要するに、他の出前一丁なら、うん、アリモンのスープになんか足すね、うん。それをやってるだけや。で、ええー、ねん、そのスープは。ええー、やつやねん。な、そうですか。なんかにわかに信じられないんですよね。ええやつやね。ホテルウォークライ。誰がですか。誰がですかやなしに。オニオンスープくんや。ホテルウォークライやでどうやって。いやね、言われても。胡椒もいる。ちょっと聞かせたいんですね。胡椒いたってそんな高級な胡椒いたってそんなに。お前ら知らんねん。なあ、お前ら知らんだけや。だから、こうええ肉と、ええトマトと、キャベツ千切りたやつあんねん。ここの左に。うん。で、高いお茶やねん。緑茶。1500円、大間の緑茶。大間のマグロじゃないんですか。緑茶や。いや、大間やったらマグロかな。マグロのイメージ。マグロなんか言うにつけるか、お前。めちゃくちゃや、お前想像力豊かじゃないね、はい、俺の食生活に関しては。想像つかないです。だってうわ俺も食べたいっていうのもないですもん、今まで昼普通。いや昔はさまざまに俺の仕事とかいろんなとこ食べに連れてもらったよ、うわとか。でもいやの今なんかないもんな。うわ俺もなんかじゃ、いやもうすごい高い肉やで、ステーキやで。キャベツにあのトマト、高いトマト、高いトマトと、いや高いのだって、いや昼間もう、うん、もう何十年と見てきてるけど、うん、今日はカツカレーやったよ。カレーカツ乗ってたんですか。出たカレー。カツ乗ってるか乗ってないかね。入ってますよね、大体カツカレーか牛丼。俺が今言うてんのは晩ご飯の話や。あ、じゃあ昼は何でもいいんですか。何でもいいことないから、マネージャーがご飯に用意してくれてるもん。大体カレーか牛丼じゃない。目の前のココイチですよね。あのアホに、あのアホに、あのアホがチョイスしたやつや。マネージャーさん変わってもそれだけは引き継ぐんですか。なんか教えてるみたい。そうだ、マジで。カレーか牛丼とアイスコーヒー。大人に喜べるで。高級なもん口に合わないから。喜ぶと思って。なんかマネージャーさん変わったなって今日久しぶりに会ったら思ったんですけど、今日もカレーだったんです。引き継ぎがちゃんとされてる。こちらブラックデビルの上、全力やるな、こんばんは。こんばんは。少し前の放送で春菜はさんまさんに一旦もめんと言われて傷ついた、うん、横山玲奈ちゃんは胸持ってるやろと言われて傷ついた、うん、それぞれ言っています。そこでミキティに質問です。2004年から3年間、ヤンタンレギュラーを務めていましたが、さんまさんに言われて傷ついたことはありますか、うん、また逆に、さんまさんに言われて嬉しかったことは何ですかという。ミキティはお前気強いから傷ついたことないよね。ないですよ。なんでも嬉しいですよ。そのなんか、言ったもめ言われても嬉しいです。ああ、お前言ったもめんかって、はい。さんまさんに言ったもめんって言ってもらえたっていう喜びですよ。お前言ったもめんじゃないからや。
余裕がある人が言えるんですよ、そういうのは。いやでも何言われても全然。あ、まあ右手は大体でもまあな、うん、旦那さんが俺の後輩で、はい、っていう関係もあったり、そうですね、してるからな、はい、聞いてって言いますよ帰って、そうねってこんなことを言ってくれたんだ、言われたよみたいな、それひどい言い方だけど嬉しいねっていう、はい、ことやけども、だからもうまあ2004年からのお付き合いしてるわけか、はい、結婚して何年、結婚してもう10年です、11年目です今。そうかそうか、フライデーから15年ぐらい経ってるので、もうあの人だったぞ、そうです、そうか、早いな、考えてみれば、そうそう、岩盤浴、はい、岩盤浴から出てきた時の写真、そうですそうです、撮ったんです、はい、お前正直か言うてたこの座り位置で言われたやつですよ、わあ、もうそんな前にな、そうかそうか、上の子がもう小学校3年生の8歳なので、はい、そういうことになるわな、だから、ミキティはもう言われて別にショックなことはないし、はい、ただ一旦もめも本当はそういうショックじゃなかったやろ別に。いや、やっぱ年頃だったので、当時言われた時、うん、10代とかで、うん、まだまだこれからって信じたかったのに、うん、かわいい、うん、これからまだまだこれからだって、まだあのアルド何を言ってるんだと、うん、そうそう、今からですよって思ってたのに、うん、まあ、現実ずっと言ってモメンなので、うん、当時は傷つきましたね、今となっては全然ですけど、うん、でもあれやろ、それも流れ上の中では、うん、まあ、一旦モメンやないかいっていう話になって、うん、正直はもっとひどいこと言ってサーフボードやったっけサーフボードも言われたこと、そんな傷ついてない、やっぱ一番傷ついてんのはあのゴルフボール1個のなどういうつもりでここで来たんや言うて、あのハワイ行ってから帰りやん、はい、ここでゴルフボール1個から真っ黒のコロコロって出した、うん、あの言葉はあれも傷つきました相当、いやあれは一番傷ついてたと思うわあれは一番やろあれは一番ですね、そっちの方が、うん、涙止まってなかったもんな、ボールコロコロって転がり出した時点でそうそう、あ、こういうコップにも俺今シールとか貼ってんのもうくださいよ、あ、誕生日ください、なんでや、なんか作ったやついつやねん誕生日、もう過ぎちゃった2月産休してたら過ぎちゃいました、うん、ただどういうものが欲しいね、あの、だからもう何でもいい、ね、あ、コースター、さんまさんが作ったコースターもういらないのください、いらないものはないよこんだけ苦労して苦労して貼っつけてるやつ作ったもん、ピンセットでお前置いてんねんどうお前すごい、何でもいいです、もうさんまさんが作ったのをください、お、今度お赤ちゃん、あ、哺乳瓶、お前哺乳瓶やってんの、あげますよ、哺乳瓶あるよねありますよ、貼ってくれるんですか、あれ作ったのか、作ってください、え、哺乳瓶貼ってくださいよ、こんな哺乳瓶でもいいもん。キラキラっていいです。キラキラのであげます私。笑うさんまさんのだよって言ってあげます。大きくなれって言ってあげます。これでもポロポロ落ちて子供の口に入るか分からない。大丈夫です大丈夫です。あと家で今お前家庭持ちは何が不足してんねん。何が不足、今ね、まあトイレットペーパーとか何も全部ありますもんね、今はありますよ ね、 だからマスクとかはね本当買えなかったりとかしますけどね、でもマスクももうすぐいろんなところが作ってるから、うん、今もシャープもね大丈夫なと思うんですよ、でハンドソープとかもねなかなか売ってなかったりするんですよね、うん、あ、そうか、そう、あ、そうか、え、俺とこな、石鹸いっぱいあんねんな出た。ほんまに、あの、大体、あの、一光さんとかがくれんねんけど、あと、マットとか、はいはい、あの辺がくれよんねんけど、はい、あれ、あの、湯で、あの、潰して、はい、して、ハンドソープに入れたらいけるよな。いけると思います。こうできたほうが。湯で潰さないで、普通に、固形は固形のまま。固形でいいの。固形でいいの。固形でいいの。わざわざ液体にしなくてもハンドソープにしたいんやろ、いやでも別に固形なら固形でいいですよ、うん、やいやいや、いや分かった分かった、ハンドソープにした方がええってハンドソープ分かった、今日するわ、今日俺潰すわ、俺この石鹸どうしよう思ったから、えでもなんか石鹸、あの水と一緒にやっちゃうと菌が増えるんですって、うん、その水にだから石鹸がダメな、ダメになっちゃうんですよ、ダメです、水入れなきゃええねん、水入れなきゃええねん、どうやって出てくるの出てこないで一生しっぽしっぽやっても、うん、空気しか固形で使った方がいいと思いますよそのまま固形はな、そう使わへんねんけどな、固形置いて、俺も置いてあるんだけど、この間言ったように、うん、あの股間洗う専用の、デリケートゾーン、専用のそれは固形なんですね
股間にシール貼りそうや。股間にシール、お前大昔お前頭の悪いおっさんでテレビ来て貼るところない出したら貼りそうやもんな。じいさんや俺とたけしさんがやってたら奇人変人の番組やそれ。プリクラチンチンに貼ったじいさん。これあんたのプリクラやな。チンチンに貼ってんね。あおじいちゃんそれ。自分で払えたんですか。いや貼ってもうてんな。そう助手の女の子かわいそう、かわいそう、偉いさやねん。すごいその人がもう年取って、そうなプリクラやたら貼るじいさん、あれ悪った、チンチンに貼ってくれてんなあんたかな。こちらブラックデビューの上、ゼルガミさんこんばんは。ミキティといえばかつてコンサート中に悪ふざけをして、うん、亀井エリちゃんのパンツを食い込ませたり、うん、道重さゆみちゃんの楽屋に、楽屋に呼び出し、うん、さゆみちゃんがやばい殴られると警戒するならする中、ミキティがおもむろにお腹を出して、うん、ねえミキの腹筋割れてると自慢したというエピソードがあります、うんうんうん、そこで春菜に質問です、うん、もしもミキティと同時期にモーニング娘。として活動していたなら、自由奔放なミキティとどんな風に接してましたか。毎晩枕を濡らしていたことでしょうということやねんけども、うんうん、精神不安定にはなってたかもしれないですね。せやなお前、特に考えるタイプやからな、うん、そうですね。もし藤本さんと佐藤正樹が同じところにいたらと思うとちょっと怖いものがありますね。藤本とあれ一緒になったことないのか。その一緒に活動はないないな。よかったってよかったけどももうジュラシックパークになったと思う。ならないですよ。T-Rex となんか戦えろ。なあ、はい、そうなってたかわからんけど、だから、佐藤がいてて、はい、藤本がいて変わってたよね、空気は。だって藤本はそれ怒るからな。そうかもしれないですね。うん。大変にするなよ絶対。藤本言うの絶対答えてないと思う。俺答えないだろうな。答えないけど徹底して追い込めると佐藤ちゃんどうやお前想像で。そうですね、追い込めるところまで追い込めそうですよね。おうどうね。そしたら逆にいてほしかったかもしれないですね。はあ、そやわ。そのジュラシックパーク最後のシーンに、ライオンとティーレックスがうわーっと掘り合いするシーンがあんねんけど、はいはい、それやな。多分あのライオン、はい、すごいかっこええわ、ね、あの T-Rex に向かっていくライオン、うん、ラストシーンやけどな、はい、藤本が T-Rex やろ。なんでですか。そこに向かっていく、ライオン佐藤正樹、うん、ちっちゃいしガッて俺のシーン好きなんですよ、うん、逃げないライオンがね、はあ、今の、やっぱり今の動物界の王者、そうです、ね、っていうのところを表してるということやねんけど、うん、まあ歴史がなそうしてるわな、うん、でも藤本もまだ35歳やからね。そうですよなあ、はい、俺らまで来るのにあと30年もそうですよあるわけですからね。旦那はいくつ。旦那44です。44か、まだ足なしようで44ぐらいなのか、うん、そうですね、ねえ、うん、みんな、まだまだ先が長い時にこんな、ことになって本当にです。まあまあ後々勉強だと思えたらいいねんけどね。そうですね、今のところ先が見えないということでおしまい、はい、やったやった褒めてま川柳褒め短歌のコーナー。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちの目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。まず私飯久保からです。はいよ。東京都の宮礼さんからです。よー、新番組アシスタントに大抜擢。何をした。あの新番組というかこの間やってた特番なんですけど、2週連続でくら替えという番組のアシスタント MC をやらせていただいて、あのハロープロジェクトの後輩のビヨンズっていうグループを紹介する番組でした。ああ、それを、
それはどこで放送、放送局はテレビ東京さんで、テレビ東京さんで、はい、スピードワゴンの小沢さんと一緒にやらせていただきました、うん、それはもう収録してるの今この状況の中で、もう今ほど厳しくなる前に撮ったんですけど、そうかそうか、はい、それレギュラーやねろ、いやもうこれ特番で2週だけでしたね、あ、そうかそうかそうか、はい、今ドラマもいつから再開するか、そっか、ドラマどうするんです、今は再放送やな、ほとんどが、あ、そうなんだ、ドラマはだから、スーツ、はいはい、は今日の話では一応5月11日から撮影また再開するだろうって言ってるけど、はい、できないだろうっていう、だからまだドラマは再放送続くのちゃうかなっていう、うん、そうなんだ、バラエティもなんか、そうですね、あのなんか TBS はバラエティもやってないもんな、バラエティは一応日テレさんと富士さんは、一応収録し始めてる、この状況の中で、はいはいはい、どんな感じでね、バラエティ、そうですね、バラエティの空気じゃない、そうですね、あの俺みたいに弾けたらそういうと浮いてしまう近づいてっちゃダメですもんね、そうそうみんないないし、渡部に動いちゃダメですよって用意その収録もずっと動いちゃダメ、近づいちゃダメって感じやね、もう3メートル上げられないから、人が2メートルやからさんまさん飛びやすいからあの3メートル来るんですよとか、いう状況でしたけど、うんうんうん、そこはまあカットになるでしょうけどもさあ続いて、うん、はい、仙台市の青春小僧アクアイイクボ春菜さんからです。妹にお前と呼ばれるお姉ちゃん、前から言ってるよな、はい、もう次女がイケイケやからな、そうなんです、うん、私のことをお前呼びなので、うん、あの最近次女もちょっと顔出しというか私の SNS に出てもらったりとかもしていて、あ、あの美人とうとう、はい、世に出してんのか、そうなんです、でこう2人のあのたわいのない会話とかも載せてるんですけど、うん、普通にお前呼びなのでそれも流しちゃってます、あー、なるほどなるほど、はい、たわいもない話をするのか、それはもちろん面白おかしくしてるわけやろ、なんか TikTok なんですけど、うん、TikTok で音に合わせて動いてみたりだとか、あとこう次女がスクラッチの宝くじ買ってきたのを二人で削ってみたりとか、ああ、もうそう、個人的にちょっと番組みたいなことしてるわけか、うん、はい、もう結構自由に TikTok はやらせてもらってます、なんやねん、あの LINE の三島城とか来んねんけど、はいはい、どうしたらええのやってあげたらいいんですよ、うん、やりたーい、うん、俺さんまさんと確かに LINE のみ、はい、じゃあやり方も分からへんしやな、ビデオ通話にさえしてくれたらさんまさんがもう何してるかも見られるわけじゃないですか、はい、すごい興味あります、じゃあそれでチンチン出してても平気なのお前私平気です、わそれを私平気です、それを当てに飲みますか、だんだん登場してうわちっちゃいとか言い出したらごめんとか言うてこんなんなんだそうなんだほらって画面に近づけたらほらほらほらってもうなんか一人いすぎて頭おかしなってしまう、あーそれ LINE 飲みっていうのもすぐ、はい、俺 LINE やってたらできるってことやな、できます、グループ来るわ、LINE 夜中に、うん、みんなも暇なんでしょうけど、はい、LINE 飲みしましょう、今1分でいいからって、あの、はい、なんかあとこう芸人さんとか喋ってないじゃないですか、普段お家にいると、うん、だからその喋れなくなるというか勘がっていうことで、なんかこうなかなか戻らないしてるみたいですね、うん、うん、うん、そのためにもな、はいはい、その芸人さん何人かで俺らこのラジオがあるから、まだ助かってる、ね、けども、うん、それは確かですね、はい、昔はね会話とか電話とかもあったし、今はあんまり電話しないけども、うん、電話する人も増えてきてるらしいね、やっぱり、はいはい、人の声を聞きたいのか、何なのか人恋しくなって、はい、LINE のみて何にも思うないの、こうして何してんのとか言って飲むだけやろ、そうですね、あでも本当に自由になんかしたかったらなんかして、うん、みんながそれを見てるっていう感じです。だから本当これが画面上みたいなことですよ。ああ、わかるよ。置いてるだけで、あとはもう自由に過ごしてて大丈夫です。はい、貼り付けててもいいし、ご飯食べててもいいし。我々世代それあかんな。無理やね。あ、そうなんですか。うん、人がちゃんと話してるのに動くなボケとか。どこ行ってんねんとか切れたら絶対言うと思う、あ、それは向いてないかもしれないですね、うん、イライラするかもわからへんな、ほいでうだうだ喋って飲むの、そうなのよねと、女の子同士はな、そういうのうまいから、昨日さこんなことあってさ、あ、それ最高じゃんとか言ってんだろそうそうそうやつらね、はい、ママたちで集まって、あ、
とか。そうかそうか、はい、お母さん同士で。そうですね。今日こんなことあったのに、そのストレス発散に使ってんのか。そうかそうか。と言うてな、LINE で、その、あれで本気で喋ってる場合やないもんな、こんな風に。これ嫌やろ。ちょっと嫌ですね。ちょっと抑えてほしいですね。昨日は、小島、はい、はいってなきゃいけないじゃん。ちゃんと答えなきゃってなりますね。もっとゆったりした人やろ。あ、そう、そんなことあったの。って言ってほしいねやろ、うん、せやね、それも多くなっても、ほんで俺の知り合いはウーバーイーツにバイトで、うん、あ、今多くなってるらしいね、バイトがないから。確かに私、うん、ウーバー頼む人も多くなってると思います、うんうん、それでみんなやってんねんけど、なんかウーバーイーツのバッグを、うん、はい、手に入れればええねやろ、はい、でも結構いいところのお店持ってきてくれますよね、うん、らしいな、うん、はい、あの大阪やったら、あのお姉さん、あのオムライスの発祥の地っていう、あの北極星とかね、ああいうのもちょっと電話してくれるんで嬉しいんですよ。ああ、それでやってるけど、まあ、なんか競争率が激しいのか、今日も一件でしたとか、ああいう、あ、そうで、もうある飲み屋さんなんかはその LINE とかなんかで、はいはい、お接待としてお客さん、はい、でそこの店の綺麗どころを LINE でつないで、なんか3000円らしいねんけど、そこで新しい、新しいけど、それでしや楽しいのかなと俺らは、確かにねえ思う。だから多分素人だから、今日パンツ何色とか、そんなん聞くのかな、そんなん聞く素人は。本当ですか、僕今どんな格好してると思うと思う、下下履いてないね、そんな見てないわ。もう30代とかそういうの好きでね、あの下着どんな色とか、うん、で黒いだろう、おおっていうバカ男たちな、もうバカ男、まあ、ちょっとねえから見せて。いや見せれないわよ、いや、何やし何や、ちょっと俺だけやし、ちょっと見せてとか言うて、それでもう暇を潰してるんですよ、うん、そういう店も今、うん、東京ではあるらしい、他は知らないけど、そういうのもあるっていう話やな、うん、さあ続いて、はい、仙台市の青春小僧アクアイークボ春菜さんからです。いつもとね違うスーパー激安でテンション上がる自分にびっくり、あ、お前も買い物行ったりして、はい、もう、まあ、スーパーもなんかね人が密集するんで、うんうん、時間分けてくれとか、はい、3日に一度にしてくださいとか、うん、なってますけど、あのお散歩がてらいつもと違うスーパーに行ったりとかもするようになって、うん、もう自粛してるから自炊がすごい増えたんですよ。そうだね、まあ、そうそう、俺自炊してるわけなんだけど一応自炊するもんね、うん、あのもうしゃ、やること、お店も閉まってるし、そうそう、これしかないかっていう、スーパーもすっすごい忙しいらしいですよ。そうらしいな、本当に。そうそう、そんで今出前やってるとこも多いし、あの俺らが行ってた店、ね、うん、そこに弁当をテイクアウトしてあげようかなと思って、今大変やし、できる限りね、はい、そこは売るようにゃ。お前も行って何作ってんの最近は。最近はあピーマンの肉詰め作りました。作って家庭的、はい、それは妹さんと食べてんのか。はい、妹と一緒に食べてます。あ、もうクックパッドを会員登録して、うん、会員登録すると、ランキングで上位のものレシピが見れるようになるんですけど、うん、もうそれを見て作ろうと思ってクックパッドにもお金を払うようになってる自分にもびっくりですし、うんうん、料理しようっていう姿勢になってる。まあ、まあ、ことやわ、うん、将来のためにも料理ちょっとでも覚えとくっていうのは、まあ、そうですね。そう、だから安いスーパーで嬉しくなってるのも、あ、なんかこの自粛で自炊するようになった新しい自分の発見だなと思って、うん、ほんまやな、びっくりしてますね。手際も早くなってるやろ料理の、同時になんかお味噌汁作ろうとかっていうことは、そういう計算できるんだよね、できるようになってきましたね、これとこれはこっちの方が時間効果する、先に、キャベツ切っとこうとか、うんうん、そういうことにつながるからな、うん、それがお前こっちは、4人分、いや、3回やるのはすごいですね。4人分3回で、俺ら週に何回かやろ、うん、作るって言うてもそれも1品とか2品やけども、これはすごいな、すごい大変大変、うん、さあ続いて藤本、はい、和歌山県の名古屋の長平さんからです。有名です、幼稚園では怖いママ。やっぱりどこでもそうなんですか。どこでもそうなんです、ね、性格なんか変えられるもんちゃうからね。
そうですね。どんなこと言うてんの？人の子も怒る。うん、それいいこと、うん、そういうの今一番なんか、うん、っていう大事らしいで、怖さですよね。だからその子供がわーって何人かで遊んでて、うん、私の子じゃないのになんかこう意地悪してたりとかすると、うん、その子供が、違う子供が私のところに来て、ね、なんとかくんが意地悪するんだけど、ミキティ言ってみたいな。あ、もうそういう係になってんのか、一応。暗黙の。はい。すごい。どれどれみたいな。言って、そうそう、貸せないなら出すな、みたいな。私の出番。そうです、ね。っていうので言ってるんだ。ね、あ、それはまあ、ええー、ことやと思うけどな。ただまあ、家によっちゃ怒り方がいろいろ違ったり、うん、そこは、ミキティはきつく言うけど、我が家ではそこはきつく言わないとか、うんうん、他の家のルールがあるから、ね、ややこしいのよな。難しいですよね。そこでごちゃごちゃ言う親は。このぐらいで怒るか怒らないかみたいなのもありますよね。そこはうちは自由に荒らしてるんですよ、うん、はいはいはい、そこを注意しないでくださいっていう親もおんねん、いますよね。あ、それがジャンマークさん育て方の、まあ、はい、旦那とも育て方がほんま違うしね。そうですね、うん、もうほんと考え方が違うって感じですね。なんかこうなってほしいっていう、だから、はい、藤本はこう強い女やから、うん、通してんやろ、私の子育てに任しなさいっていうことやろ。旦那にですか？そうですね。あんたは。旦那が合わせてくれるっていう感じ。あんたは敵がやってきたらやっつけたらええだけなのよ。あんたはそれ以外仕事なしっていう、いうことやろ。うん、あんまり、少女は口出さないの、うん、子育て。あんまり出さないですけど、あんまり出さないからこそ、旦那の方が子供は怖がってます。普段怒ったりしない。私の方が普段ずっと怒ってるから。体慣れてしもて。はいはい。だから旦那が怒った方が怖がります。それは怖いよ。でも、ね、筋肉でパンツ一丁で走りますけど。奇妙な怖さ。うちの親父、服着ひんねや、思て。それ怖いなってなるよな。それは怖いわ、お前とこ服着ひん、お父さんっていうことやでな。ああ、そうかそうか、うん。それいいバランスやな。はい。なるほど、普段フォローに回っといていたという時にあなた行ってっていう、はい、バンっていくわけか。そうです、そうです。さあ続いて、はい、東京都の宮玲さんからです。よー、出産前旦那と渋谷デートした。ん、あ、この3人目の3人目の出産前はもう全然コロナとかあんまり なかったので。あ、そうかそうかそうか。普通に渋谷、あの幼稚園と小学校行ってる間にデートして。あ、はい、あの渋谷の一番上のなんか展望台みたいなところ行きます。お前今、はいはいはい、祝いもらおうとしてないよ。俺今日持ってきてないからあれやけど、祝い。もらいますよ。すいません。いやいや、いつも、いつももらってらっしゃるじゃない。はい。ありがたくいただいております。だから、これが落ち着いて、今度右手子供連れてきてもね。いや、もう本当に子供連れてきたかったんですけど。いつも写真撮らせてもらってる。はい。撮ってもらいたいです。ジョージとミキティの間の子供を二人とも赤ちゃんの時に抱いて、写真があるんで。はい。今日はまあ赤ちゃんが来てないんで。出番がなくても連れてきますから、大丈夫です。今度ね。はい。そうそう、その時にお前祝い渡すわ。お前と庄司やからしゃあないよ、こればっかり。手作りのやつもくださいね。手作り、分かった。お前のために一生懸命考えとこう。お願いします。それと、あ、今日内山もさっき下に来てて、はい、あいつ5月15日結婚式だったんですけど、延期になって。あ、そっか。それで来年になるかも分かりませんって。確かに今年ちょっと難しそうですもんね。おー、さあこれで家にいてて、その結婚式どうのこう忙しくてどうすんのやと、うん、それでまた喧嘩すんねんて。ひょっとしたら僕たち来年まで持つかなー言ってます。大丈夫大丈夫。心配してましたよ。こうね、結婚式やるだけでも見解なんだろう、ちょっと。なります、なります。はい。招待客、交渉、あしょう、あしょうとか言うて、違うや、これ、なんでこれ呼ぶのよ、私、ね、とこの一人増やしてよ、とか、いうのであって、はい、それが5月15日がもう流れたんで、そうですね。来年になる。ただまあ、来年、子供が増えるだろうという。夫婦で、あの、家にずっと。ああ。でもそれこそ離婚も増えてると思いますよね。離婚と、子供が増える。結婚。来年ベビーブームが。でもいいニュースですよね、そうなったら、ね。かも。はい。だから、神様のバランスなのか、今亡くなられた方の、分、子供が、生まれる。トールは、
想像してるんで、うん、やることないんで、なんか俺の知り合いはまた昨日嫁抱いてしもたりどうしたまたってちょっと後悔気味言ってるんですかそやね、もうそれまでね、その関係がで夫婦って日本人は特に少なくなるですね、セックスレスになってしまう。でもこうやって家にいてて2人しかいないし、そうやね、そこでじーっとしてんのもあやから、まあたまにちょっと手た久々に触ってみようかとかなるみたいね。そうか、のお前とこどうや。か変わらずそんな仲良しですからね、もともと。あ、そうかそうか。はい、夜話したりしますよ、ちゃんと集まって。あとどういうこと。でもデートするとなんか言わない。それ以上なんか言って、いや昨日もねとか言い出してさあ続いて、はい、富山県の最後の増水さんからです。結婚式席次のことでブチギレた、やっぱり旦那まさかの死んだふりした。え、何それそれやっぱキスやろ。そうなんですよ、結婚式の席次でとか誰を呼ぶとか。やっぱ今お話したばっかり。これそうなんですよ、もう本当に。あとどうやってその招待状というか渡すか。本当やね、はい、ちゃんとあの先輩には手渡しで渡したいとか。あ、そうかそうか。なかなか時間がない中それをやろうとしてたので、うん、時間がかかってしまって、どうすんのどうすん。でもこっちはなんかいろいろこれを決めてくれ、うん、これを決めてくれって言われるので、うん、それ喧嘩しました。あ、やっぱり俺が言った通りなんで、今内山はもう、大変だと思います。やっと奥さん見つかってね、この間も挨拶に来てくれましたけど、うん、その奥さん連れて、うん、それでやっと結婚式でね、ほんでまあ俺も行く予定だったんで、内山やし、それがこのコロナで延期って、で今年中はおそらくまあ収まらないから、収束ゼロになることはないからね。そうですね、だから多分あいつも薬ができてからやろうとはしてるとは思うけど、うん、かわいそうになと思って。人が集まるところダメですからね。そうそうそう、今のところな、そういうなんかな、やっぱりそうか、はい、喧嘩になります。でも延期って早めにね決めちゃえばゆっくり準備できると思えばいいかもしれない。5月の15日だからしてたやろ、なんかほぼもうほぼほぼ決まって、でだからウェディングドレスとかやろ、それが大変やろ、はい、そうですね、サイズもね、キープしなきゃいけなかったり、はい、1年キープしなきゃいけないの。そうですね、そうらしいな。だからもう、はい、あ、こんな細かい、大したこの結婚式が延期になる大したことやないと思うけども、うこういうことですらあるから今、ね、世の中、大変でね、南アフリカなんかはもうこの中仕事せな、経済が回らないからっていうので、大統領が決断下してましたけどね、通常通りに戻すっていう、すごい、もうただ生活できへんから。そう、ああいう、貧困が差が激しい国ですから、だから日本も徐々にそうなって、働かなしゃあない、こうどうすんねんっていうことになるからな。そうですね、まあまあ国の長は判断が大変になってしまってますね、今ね。ほなも最後あげましょう、結婚式の。はい、最後の増水さんで、はい、メンバーのサイン入り色紙を差し上げます。ここで一曲聴いてください。モーニング娘。トゥーゼロで心&体。バカっている。
言言うとった。このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどに見聞きした有名人の名言珍言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。はい。まずは大阪府のタフィーロールさんからです。去年、関ジャニ∞の番組に出演して、うん、モーニング娘。時代の不満を語りまくる藤本美貴さんが、関ジャニの横山さんから、血を開きゃ不満言うとんな、このアホ。やっててよかったこともあったでしょと聞かれ、悩みに悩んだ末に言うとったな、うん。踊れるようになった。言うとったもうもすあい薄いのよなそんなことないですよ。だってリーダーだってすぐでしたからね。25日間。そら、あんまり思い入りもないでしょう。25日のリーダーって映画作れよ、お前。なあ、そうそう、責任感ね、持ってれば絶対そういうことせえもんね。だから、ね、お前、モームスとかちょっとあれや、モームス舐めてたんや。芸能界は舐めてないやろけど、そうですね。モームス、なんでよ、とかいう。感じがあったよな、はあ、自分の方が大事でしたね。正しい選択やけどな、ね、自分の方が大事でした、うん、正しい選択やけどちょっと間違ってると思う、はい、申し訳なかったですね、うん、はい、そう、これはやっぱりね、藤本なんかは、いろいろ、減ってきて、はあ、お前のなもうおむすの入り方はちょっと人と違うねんな。そうです、そうです、もうデビューしてる人から入ることはなかったんですけど、うん、私だけはデビューしてる、ソロデビューしてたのに、その前ソロデビューしてて、その後なんか3人グループ作ったよな、お前。あ、はい、ゴマットっていうソロを3人で集まってやって、うん、でその年に紅白私も一人で出て、一人で出て、はい、そのまま事務所に連れてかれて、うん、モーニング娘。入りますって言われたんですよ。うそ、はい、みたいなそうですよ。あ、そうやった、紅白ソロで出て、はい、その後にモーニング娘。っていうから、入ります、お前もちょっと、ソロで紅白まで出んのに、はい、なんでだよっていう。そうです、これから頑張っていこう、一人でって言ってる時に、モーニング娘。入ります、はい、そら20岩盤浴行くわ。あ、それはもう、はい、岩盤浴行きたいわ、そら、汗も流したいし。そうですね、汗も流したい。体に詰まって嫌なもん流したいわ、はい。それで写真撮られて、はい、それがなんと、私たちの後輩だったという、うん、ことやな。だから今、フジモンがやっとるわ。タピオカミルクティーやってるんですかね、番組でタピオカミルクティー言うとるじゃん。ミキティとかけてタピオカミルクティーもっと触ってください僕とか言うとる。ああ、そうやそうや、藤本は確かにそうやったな。そうですね。まあまあ、大変やからな、グループをまとめるとか。はい、などっちにしろ向いてなかったと思います。そうやな、はい。もう言うてんねやろな、誰がリーダーにしたんやとか言って、結構な。すごい文句出たと思う。文句出てた、はい。サブリーダーが大変な思いしてたと思う。だって、あれで、ここの実家の半径5キロぐらいコンビニないねんて。ありますよ。なんだよな、お前。なあ。そうなんですか、そんな田舎やねん。ないの。田舎なの。すっごい田舎からお前東京に出てきて這い上がってやな。そうなの。ソロで紅白まで出る女になったんや。はい。それがモーニング娘。入れ言われたら、そりゃブチ切れるわな。切れるわな。なんでよさあ続いて、はい、和歌山県の名古屋の長平さんからです。モーニング娘。在籍中のインタビューで、生まれ変わるなら誰になりたいと聞かれた飯窪春菜さんが言うとったな、うん、藤本美貴さん、たくさんの方にミキティと呼ばれて親しまれてますし、ルックスも可愛いだけじゃなく、歌の凄さとかも羨ましいです。火の打ちどころがないです。言うとった絵じゃないですよ。言いました。誰が言うとった、誰が言うとった、私が、はい、言いました。これ憧れなのお前。珍しい後輩ですよ、こんなこと言う。なんかその今言った通り、火の打ちどころがないっていうのもそうだし、やっぱ堂々としてる姿が脅されてんのお前。なあ、ラジオにこれ今日言いなさいよ。ね、何も言われてないですよ。ほんまに言われてない。はい、言ってくれたらしいですよ。その堂々としてる姿が憧れてました。私にはできないことだから。あ、そうかそうか、うん、自分にないものやからね。自分にないものとして藤本さんが、どこに憧れてんのよ。私とは一番かけ離れてる人な感じがして、先輩の中では、ああなりたいなって、はい、わかるな、うん、その気持ちはもうすごく思ってることまっすぐ言えたらいいのにって思います。自分にないものを欲しがるから、うん、
男は女を愛すんねんからね。はあ、うん、これはそうだと思う、はい、まあ男同士もだからそれも多分自分にないもの相手が持っててお互いね、それで好きになっていったり、することもあるやろし、この間番組でマー君が、はい、理想の男はっていうので、うん、明石家さんま言ってくれて、まあ付き合いもあるからやるけど、まあそれもちょっと笑いながらやねんけど、それはちょっと気になりますね。ちょっと笑いながら気になる。真剣に明石家さんまさんって言ってくれたら分かってんけど、はい、笑いながら言ってくれたんで、これちょっとなっていう感じ。どういう理由だったんですかね。それはまだ俺は見てないね。舞ちゃんが、今日こんなこと旦那が言ってましたっていうので写真だけ、送ってくれたんですけども、はい、どういうところやってんな、その理由聞きたいよね、うん、でも笑ってたからなんか多分後でなんかそんなことないです、にぎやかやかとかどんなんかなという感じの顔やったわ。うん、家族では受けたねって言ってたんでしょうね。それはないと思う。寂しそうな顔してさんまさんが。それはないと思う。受けたねじゃん。受けで行ったんじゃないと思うよ俺は。おそらく、おそらくやけどね。おお、さあ続いて。島根県の島根の一旦もめんさんからです。モーニング娘。20周年記念の公式本のインタビューで、うん、リーダー最短25日記録を残すこととなったあの事件から学んだことはあるかと問われた藤本美貴さんが言うとったな。モーニング娘。が終わったら終わりじゃないんです。モーニング娘。があるから私たちがいるのではなく、私たちがいるからモーニング娘。があるわけで、自分の足で立って今度はもっと広い世界で戦う私であることがモーニング娘。のためになるのだと思っていました。すごいかっこいい。すごくないですか。いや名言。もうその子そのコメントで分かるやん。もうやる気なかったっ。そんなことない。私はモームスはゴールじゃない、これを踏み台にっていうのがもう出てるやん。見え隠れしてます。本当ですか。踏み台に、まあまあ ほとんどが踏み台になるからね、生きていく上において。まあそうです、うん、まあだからそれを正直に藤本とは言ってるだけ で、ね、この形しか脱退する回がなかったみたいな感じ。やってたやったらあかんことやからな、アイドルが頑張る。そうですよね。そうです。リーダーですからね。またやっぱちょっと岩盤浴には行ったことないです。なんとなくもう行ってみなよ、卒業したんだから。ね、お前岩盤浴行っただけじゃない、男と一緒に行ったよ、ね、そうやで。岩盤浴だけ行くのは別にええねん。それで恐れて入れないんだったらもう、うん、その呪縛からは解かれてるわけです。確かに確かに、はい、そういうあれあるのか、藤本さん岩盤浴でこんなことになったからとか。やっぱ岩盤浴の前を通ると、あ、藤本さんのって思うから。でもその単語が怖いんだよね、岩盤浴っていう。もうあのインプットされたことって、はい、俺も今流行りの、路上に立って、あの勧誘して国道堂っていう店、うん、あれは有名な、はいはいはい、そこいつもあの庄司とミキで思い出すもん、うん。あ、この系列店やと思って。でも私もあれから行ってないですもん、一回も。そうなんですね。はい、そうそう、あれできた当初やな。はい、そうです。もう人気だった時ですよね。そうやな、はい、あの時にあのな、店側も疑われとったやな、利用したとかいう。 あの時何人か続いたのよね。そうなんですよ。あのそこのな店の名前はあれですけど、はい、そういう噂が立った。そう、芸能人の人がね、うん、結構取られちゃったんですよね。あの連続取られたんですね、っていうこともありましたけども、うん、まあまあこれでも分かりますよ。そして今35を迎えて3時の母、はい、自分はほぼ満足という、うん、じゃ逆に行ったら幸せになれるかもしれないですね。パワースポットですよ、うん、もうパワーじゃん、パワースポットじゃない、完全に弱っとったもんこいつ。今でこそ子供産んでるからよっしゃーと思ってるけど、あの時、ね、どうしようみたいな顔するの。もう終わったな、やっちゃったっていう感じやね、ほんまに。藤本さんもそうなるんですね。なるなる、一瞬。そりゃそうやんな、うん、それはなるよ。アイドルやね、アイドルやってんの。というわけで今日は藤本特集です。今日はお前この後のコーナー、はい、こいつ全くあかんから、そんなことない、3人目産みましたから。産んでもなんかんねんお前。おしまい、はい。癒せませんのコーナー。
さあ、はい、今日は、ミキティと、イクボやけど、はい、今回あの本当にミキティがどれだけ、進歩したのか、ほんで、はい、あのミキティ今回、はい、あのこういう状況で、はい、もうこのリアンタンだけが楽しみだっていう人もたくさんそうですねいるのよ、はい、だからここはこんなにお前が今までに、ね貯めてたというか、できてない部分をどんどん改良していって、はい、お前が俺の言う通りやってあげてくれ。わかりました。わざわざ、この中見てんねんからやな、はい、聞いてんねんからやな、頼むで、今日はもう厳しくいくからね、はい、はい、もう完璧に。先週あのやっぱり横山もえらい頑張って、うん、こういう状況からお前ね、うん、ちょっとでもこの瞬間だけでも、ねリスナーの人が喜ぶようにって言ったらえらい頑張っとったわ。何やできんやないかいう、すごいっていう感じやったから、はい、頼むぞお前、今日はもうに、はい、熟年2人やからね、はい、うん、行きましょう。行くも長野県のソフト&スウェットさんからです。暑いな、いっぱいちょうだい。なんて今ちょっと聞こえなかったそうですね、ちょっと喉が潰れちゃいました。喉が潰れちゃいましたよ、ね、すみません。あ、うまくやろうとしてのミスやから俺許すね。 ありがとうございます。あのそういう前サッカーでもミスパスでも、あ、これはこうしようと思ってたんやっていうパスはもう絶賛やね、うん、俺は、うんうん、だから今はわかる、はい、お前 やろうとしてくれてたん、うん、それ見抜かれるのも恥ずかしいんですけどねすみません。えらいえらい、お前だよ。行こう。熱いな、いっぱいちょうだい。もっとこう激しく行こう。いっぱいちょうだいっていう感じの、もっと激しく。熱いな、いっぱいちょうだい。もう最後ちょうだいちょうだい、伸ばす。行こう行こう、叫び気味のやつ行こう、うん、熱いな、いっぱいちょうだい。あげちゃうわってもうもっともっと行くべきですか。呼び出されるぞ会長に。頑張ってるんですけどね。頭抱えてやるからどうしよう会社もう全芸能会社の社長はそうやろうけど、どうするこのコロナの野郎覚えとけよっていうような状態やから、うん、これ怒るほどでもない、呼び出されてもさんまちゃん元気言ってくれると思うあ、これコーヒー持って帰ってとか言ってくれるそんなコーヒーって言ってそうそうそう、藤本お前や問題は、はい、いきます。東京都の田中田尾さんからです。このまま出していいよ。あかんあかんあかん、お前もう力入れろって言ってるやろお前お前やる前から笑ってんねん僕あの笑顔でやるコーナーちゃうねん、はい、確かに、はい、はい、行け。このまま出していいよ。もっと激しくやなあ、このまま出していいよ。じゃあちょっと激しくちゃうねんためて笑うなって言ってたよお前、あの人が注意してる時に、はい、じゃあこう笑ってたぞ声が、はい、そのグッと一旦クールダウンして、はい、で入れ、行こう。このまま出していいよ。もう腹立つわ。いや悪くあかん言うてんやろこのまま出していいよやろ、このまま出していいよっていう、はい、お前それはほんまに経験あるやんか絶対。ないです。いや、そう1位になって言ってる場合じゃない俺 T シャツしわくちゃやわ映ってるちゃんと入る。珍しいですね、アイロンかけてるんですね。これかけたよ。そんなどうでもやらないそのどうでもやらない。これ映る俺の T シャツ、これしわだらけ気にする。今日慌てててんけどねもうどうでもいい。行きます。このまま出していいよ。あーもうあのもういいくも、はい、もう2つ目に期待しよう。あ、長野県のソフト&スウェットさんからです。もっと早く動いて。あ、違う違う違う、もうちょっと違った、うん、すいません。もっと早く、もっと早く動いて、もっと、もっと早く動いてっていうやつ。もっと、はい、もっと早く動いて、もっと早く動いて、じゃあ早く動いてって言う、早くもっと早く動いて。藤本お前ほんま、お前の旦那の先輩やん、それも大先輩や。何やってんねんと思われるんだよなお前の旦那こそ何やってんねん、いつも俺よりお前の旦那や。何やってんねんわ。おかし
書いてやよ、ミキティ。はい、大阪市のチキチキさんからです。もう、産んだばっかりなのにまた。はぁ、あ、じゃあお前ちゃんとせえって言うてるよね、俺。なあ、お前もう庄司まで呼び出すぞ、書いてやよ。はい、もう。じゃあ、わかるよね。産んだばっかりなのっていう、嬉しいねんで、お前も、はいはい、もう産んだばっかりなのにまたお前絶対俺を舐めてるな、終わりやもう。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週は私、飯久保がお休みです。5ヶ月ぶりのゲスト、モーニング娘。20の牧野まりあちゃんと横山玲奈ちゃんがお送りします。お楽しみ。